その後ノックをします。で、まあ、当初にはなかった、プログラムなんですけど、まあ、人数が人数なんでノック、その後、キャッチャーやれる人は、まあ、キャッチャー見てなくてもいいんでセカンド送球をちょっと見たいなと思っています。ちょっとライバル多そうっすね、キャッチャー。はい、キャッチャーね、確かにキャッチャーだって3人もいる。多いっすよこれ。 YouTube らしいこと何一つ言うね、俺が恥ずかしいぜこういうの大事です。わかりました。今日は多分僕が一番肩強いと思うんで、はい、やめてください。視聴者の皆さん、はい、よろしくお願いします。意外と真面目だな。もちろんその正確さも見るし、取ってからのスピードも見るし、肩の強さも出るし、まあ、あとはその自分一人のよがりとプレーをするのか、ちゃんと周りを見て声を出して盛り上げたりするのかっていうのもめっちゃ見てます、はい、技術じゃないところも見てます、はい。まあ、でもノックはね、あの1回目のトライアウトとか1人2球しか受けてないので合格とか決めたんで、それであの水上っていう守備のうまいやつを見つけたんで、でも見るのは得意です。でも今日は時間があるのでじっくり見たいなと思います。はい、じゃあノックやります。内野から、はい、一つ。あ、いいね、いいボールだ。青4枚いいね。サードの方守備、黒3番サード。粘れ。いいね、いいボールだ。キャッチャーいいね。青いオッパーがいい。ちょっと猿いい。次、ホールゲッツ行きます。おお、いいね、いいボールだ。カット見てるよ、内野カットも見てるからね。差がないとね、肩が強くても
相手を思いやる送球をしている人を僕は見てますね。あとはこの外野のノックの時の内野の中継の入り方とか、内野の中継のボールのさばき方とか、そこも見てますね。楽しそうよ。カット入ったよ、カット入ったよ。ナイスボール。青八番早球めっちゃいい。回り合って、サード右、サード右、右、右、はい、どうも、はい、カッカッ、おっしゃ、いいいいいい、おっ、おー、ナイスボールや、いいね、あの子マジ。いい送球してるよ。いいキャッチャーだ。じゃあノックは以上で、キャッチャー3人セカンド送球するんで、ショートセカンドの人セカンドベースで行ってください。一言どうでした？楽しいです。めちゃめちゃ楽しいです。空を飛びますよ、ね。みんないい肩してますし、足もあるし、ね、僕じゃ追いつけないのも全然、ね、軽々追いつくし、やっぱいいですよ。いや、光栄でしょ、もう一番出したつもりではいるんですけど。なんかプレッシャーとかありますか？ナイス、ナイス。楽しんでやってる。楽しいですね。まあ、やりたい、やりたい。まあ、スキルしたい気持ちです。まあ、僕、まあ、日本で一番のバッターになりたいという気持ちがありまして、まあ、ペイちゃんに所属すると、やはり、まあ、素晴らしいバッターがたくさんおりますので、近づけるのかなと思います。やはり、まあ、体が大きいので、長打力だと思っております。OK! じゃあ、セカンド送球いきまーす。
秒11。OK、GO!今のところ趣味だけ見たら3人ですから目星が。青4番のキャッチャーの子で、それから青8番のセンターの子、肩良かったです、送球が。それから黒3番のサードの子、この3人が今のところ守備で見たら、光ってた部分があったかなって感じですから。ただバッティングはまだ分からない、この後のバッティング見ながら、あとは実戦向きかどうかっていうのを見ながら、判断していきたいと思います。はい、この後こっちで実践練習をします。おー、ナイスバッティング。ラインスタンプが完成しました。LINE 公式アカウント、これも友達追加するだけでなんと無料でゲットできます。スタンプは全部で8種類ございます。配布期間は2024年6月19日まで、90日間使えるスタンプなんでね、スタンプゲットしてガンガン使ってください。